はい、こんにちは、116インズです。今回の動画ではトロントブルージェイズのオフシーズンについて話していきたいなと思っております。今期のブルージェイズはプレイオフ拡大の恩恵も受けまして、ワイルドカードでのプレイオフ進出を決めたわけですが、来シーズンはいよいよコンテンダーとしてブルージェイズどうも戦っていく意向があるようでして、オフシーズンが始まってから連日ですね、あらゆる FA 選手に興味を示していると報じられています。本当に冗談抜きで連日報じられていまして、毎朝起きるたびにブルージェイズが誰々に興味を示しているというニュースを最近はよく目にしますので、このオフのブルージェイズは本当にいろいろな選手を調査しているんだと思われます。すでにブルージェイズは先発投手のロビー・レイとの再契約も発表しておりまして、ここからさらに大補強に動くんじゃないのかと記者の方々のツイートや記事を読んでいる限りは予想されているようですね。でこちらが現状ブルージェイズが興味を示しているとされる FA 選手の一覧となります。 MLBTR のここ1ヶ月くらいの記事を漁って出てきた選手たちなんですが、もしかしたら漏れがあるかもしれません。ただこれだけ多くの選手に対して現状ブルージェイズは興味を示しているようですね。もちろんある程度の注目の FA 選手であればどのチームも調査はすると思うんですが、ただブルージェイズほどここまで多くの選手に対して興味を示していると報じられているチームは、まあ、他にありませんので、これだけ多くの選手に対して興味を示しているという事実だけでもこのオフのブルージェイズの補強姿勢というところが少しは伺えるんじゃないでしょうか。選手たちの内訳を見てもジョージ・スプリンガーや JT リアルミュート、それから DJ ラメヒューなどこのオフの FA 市場の注目選手と言われるような選手たちも含まれていますので、本格的にコンテンダーとなるためにチームにインパクトを与えるような選手をブルージェイズはやはり狙っているのかなと思いました。実際今オフのブルージェイズは大補強を叶えるだけのお金の余裕というところもあるんですよね。来シーズンのブルージェイズの総年俸ペイロールは年俸調停の資格を持った選手たちの年俸上昇分を加味してもだいたい9000万ドルから高くても1億ドル、この近辺に落ち着くのではないかと予想されていますが、ブルージェイズは2017年には総年俸ペイロールが1億7500万ドルまで到達したこともあるチームですので、その水準と比べますとまだまだお金の余裕というところはかなりあるチームです。これは近年ブルージェイズが再建に舵を切りまして、年俸の高いベテラン選手たちを整理して若手主体のチームに切り替えたことが功を奏しています。今年はコロナの影響で非常に多くのチームが総年俸を減らしたいという意向を示していまして、そのせいで主力選手をトレードせざるを得ないチームも出てくるんじゃないのかと言われているほどなんですが、ブルージェイズに関しては総年俸を抑えてきましたので、他のそういったチームたちと比べますとこのオフの補強というところでは比較的有利な立ち位置にいるんじゃないのかなと思います。ブルージェイズのアトキンス GM もコンオフの補強についてチームにインパクトを与える選手を補強したい旨の発言をしたこともありましたので、このオフのブルージェイズお金という面でも大補強への準備はすでに整っています。その補強姿勢が特に伺える話としては、ブルージェイズジャイアンツから FA となる予定だったケビン・ゴースマンに対して3年総額4000万ドル級の契約をどうも提示していたようなんですね。これは G アスレチックが報じたことなんですが、ゴースマンはジャイアンツからクオリファイングオファーを提示されていたため、ゴースマンがその QO を蹴って FA となることを前提にしたオファーだったとは思うんですけれども、結局ゴースマンはジャイアンツのクオリファイングオファーを受諾して再契約することを決断しましたので、この話が実現することはありませんでした。ただもしゴースマンが FA となってこのブルージェイズ入りがもし実現していたとしたら、ゴースマンはクオリファイングオファーを提示された選手ですので、ブルージェイズは来年のドラフト指名権を失うこととなってしまいます。ゴースマン一人に対してドラフト指名権を失ってしまうのは、まあ、いくら今シーズンのゴースマンが多少バウンスバックするシーズンを送ったとはいえ、個人的にはちょっともったいないなという気がしますので、これはおそらくブルージェイズが他にクオリファイングオファーを出されている選手に対しても積極的に動いていくという現れだとも思いますし、またそもそもゴースマンに対してこれだけのオファーを出したこと自体もブルージェイズの積極性が非常に表に出た、そんな話だったのかなと思いました。このゴースマンに対するかなりアグレッシブなオファー、そしてロビー・レイと早々に再契約を結んだことからも、ブルージェイズは今オフ先発補強というところをかなり重要視しているんじゃないでしょうか。実際ブルージェイズの先発ローテーションはエースのリヒョンジン以降はちょっと不透明な状況でもありますので、来シーズン以降本格的にコンテンダーとして戦っていくためにはこの先発ローテーションの補強は必須とアトキンス GM も考えているかと思いますし、実際アトキンス GM は先発補強に関して頭数を揃えるというよりも選手のクオリティ
ティを重視して補強したいと話していたこともありましたので、チームとしてはフロントラインスターターエースクラスの存在を狙っているのかなとこの発言からも思いました。となるとやはりコンオフの FA 市場の一番の目玉といえば、今年のサイヤング賞にも輝いたトレバー・バウアーなわけですけれども、まだ具体的にブルージェイズがバウアーに対して興味を示しているという話は出てきていないと思いますけれども、もしバウアーを獲得することができれば、ユヒョンジンとともに非常に強力な先発ローテーションの 1,2 番手となりますので、バウアーがトロントに来たら来年のブルージェイズ本当に恐ろしいチームになるんじゃないのかと思ってしまいますね。ただバウアーに関しては相当なマネーゲームとなることが予想されていますので、現実的にはジェイク・オドリッジやあるいはカナダ出身のジェームス・パクストンあたりを2人ぐらい獲得するというところが最もありそうなシナリオかなと個人的には考えています。続いて野手ですが、チームの一番の優先事項はおそらくアストロズのジョージ・スプリンガー獲得なのではないかと言われています。スプリンガーとの契約交渉に関してはすでにただの話し合いから進展しているようでして、 MLBTR なんかはスプリンガーに対して何らかオファーを出したのではないかという見立てを立てています。ブルージェイズの外野陣はグリエル、グリチャック、そしてテオスカー・ヘルナンデスとすでに3人のレギュラーは一応は固まっている状況ではあるんですが、ただセンターのグリチャックというところがコンテンダーのセンターとしてはちょっと物足りない存在ではあるんですよね。ブルージェイズは外野の層がプロスペクトを含めてもかなり薄いチームであるため、センターを守ることができ、バッティング面では打線の起爆剤ともなれるスプリンガーはぜひとも獲得したい選手なのかなと思われています。現状のブルージェイズ打線でも勢いのある若手選手が非常に多くて、なかなか面白い打線となっているんですが、ここにスプリンガーが加わったら本当に隙のない打線となると思いますので、スプリンガーに関してはかなり真剣にブルージェイズは獲得を狙ってくるのかなと思われます。もう一人ブルージェイズが狙っている存在としてはキャッチャーの JT リアルミュートですね。この選手もブルージェイズのニーズに非常にフィットするんじゃないのかなと考えています。今シーズンのブルージェイズはキャッチャーのチームでのウィンズアボブリプレイスメントの合計がマイナス 0.3 となっていまして、これは MLB 全体で19位の成績。キャッチャーというポジションから少なくともリプレイスメントレベルの貢献を今シーズンは得られなかったということになりますね。今季キャッチャーのレギュラーはダニー・ジャンセンが主に務めましたが、ジャンセンはバッティングの課題というところが今シーズンも改善せず、シーズンでのウィンズアボブリプレイスメントも 0.5。 ジャンセン以外では9月に昇格してきたアレハンドロ・カークが9試合と短い期間ながら打率3割7分5厘と結果は残しましたが、サンプルが非常に少ないですし、来シーズンも同じようなバッティングができるかというところは正直計算は立たないのかなと思います。そういうブルージェイズにあってキャッチャーとしてのバッティングが非常に良く、また守備もそこそここなすことができるリアルミュートという存在はやはりチームにフィットするんじゃないのかなと思いましたが、どうでしょうか。まあ外野の代わりがいないという点ではスプリンガーの方が優先度がおそらく高くなるのかなと思っていますが、こちらのリアルミュートも獲得することができれば、少なくとも野手に関しては十分ポストシーズンで上位を狙っていけるような布陣になるんじゃないのかなとおそらく多くの人は考えるのではないでしょうか。ということでここまでコンオフのブルージェイズの非常に夢のある補強の話をしてきましたが、実はブルージェイズがこれだけ多くの選手に対して興味を持つというのは初めてのことではないんですね。昨年のオフも非常に多くの選手に対してブルージェイズ興味を示しておりまして、こちらがその一覧となります。ここからも分かる通り非常に多くの選手に対して興味を示したわけですが、ただ最終的に獲得することができたのはこちらの3人のみ。FA 市場の目玉の先発投手の一人であるリヒョンジンを獲得できたのは非常に良かったと思いますが、パッと見興味を示した人数の割にはあまり獲得することができなかったのかなと思いました。そのためブルージェイズは昨年ぐらいから興味を示すだけで動かないという印象を持つファンの方も少なからずいるようなんですね。私自身も正直ブルージェイズに対して少しその印象を持っていますが、 FA 選手に対するアピールとしてトロントという立地はかなりネックになっているんじゃないでしょうかね。ただ今のブルージェイズ非常に若手選手が多くて勢いのあるチームですので、これからの躍進、チームが勝利を目指して進んでいることを前面にアピールすれば、今年のオフいい FA 選手を獲得することができるんじゃないのかなと個人的には期待しています。ぜひコンオフのブルージェイズには興味を示すだけでは終わらないオフシーズンにしてほしいなと期待しています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。